Q&A のコーナーです。今日は私が一人で務めます、えー。平成5年の河野談話についてどうしてもわかりません。えー、なぜ亡き安倍氏が慰安婦の強制があった五病について撤回をしようとしなかったのでしょうか。安倍氏は言うに言えない状況に置かれていたのか、それともあえて言及することを拒否し、 生きながら得ることで国民に考える試練を与え続けていたのでしょうかえ、これは50代の自営業の方のご質問です。えー、この談話。まあ本当にあの日本のね、我が不祖の名誉に関わることにおいてこれほどの過婚はないと言えるものですけれども、え、安倍さんはこの、この談話についてどのように取り組んだかということをまず振り返ってみます。 えー、平成26年の6月、これはまあ第二次政権ですね、えー、慰安婦募集の強制性を認め、えー、世界に性奴隷の国だというイメージを広めた、この河野洋平官房長官談話のこの作成過程の検証結果を公表しています。この検証結果、それを見ると、まあ、河野談話がですね、いい加減な根拠で、 韓国に迎合して、まあ、言ってみれば団子の上作られたものだということがまあ、白日の下にさらされましたそしてこの検証結果が平成26年8月に朝日新聞がまあ、自社の慰安婦報道の誤りまあ、吉田政治証言をですね事実であるかのごとく献殿したということその誤りを一部認めるということにつながりました 確かに安倍政権は日本政府として公式に発信した河野談話自体の破棄はしなかったのですけれども、まあ、この作成過程の検証ということで少なくとも今日国内においては河野談話ほぼほぼ無力化した一部の左翼がまあこれを一生懸命にですね価値あるものとして まあ,まあそういう現状はあるにしても多くの国民の常識の中においてはここの談話は無力化されたととといいうふうふに見なすすができると思いますそしてまあこれ撤回っていうようなことまあこういうことができればですね最もすっきりしたわけですけれどもまあ安倍さんはそこまで踏み切ることができなかったというまあ質問者の方の ご懸念これはもう私はあのそのご懸念そのものに関してはねあの理解するものですけれども、まあ、この問題、えー、国内における国民の理解認識の問題とそれから世界がどう見ているかっていうことのですね、えー、復眼が必要になってくるわけですねそしてそれは、えー、現在においてもなかなか厳しいものがあると。慰安婦がですね 制度例であるということを否定して慰安婦は当時政府の規制下において認められていた国内の売春婦の延長線上の存在であったと遊郭を経営する業者と期限付きの契約関係にあったという、まあ、これが歴史の実相であったわけですけれどもそれを理論的実証的に示した。 近年ですとアメリカのハーバード大学のマーク・ラムザイヤー教授の論文、まあ、研究結果の発表といったことがアメリカ内外でも強い批判を浴びましたこれはあの韓国系の人々の反発ということではだけでなしにある種の,その歴史修正主義であるというような批判を浴びました。これは何を示していいるかというとう やはり世界の少なからざる人々がいまだにですね、えー、まあこれ慰安婦の問題だけではありませんが、先の大戦に関わる、あるいはそれに至る歴史に関わる日本の歩みに関して、野蛮な侵略国家であったという断罪をした東京裁判、その歴史観というものにとらわれている。これがいまだに世界においては、 定着をしたままででああるるととといいうう、まあ、現実があるということなんですね、えー、そうしてみるとご質問者の言葉にあったように「国民に考える試練を与え続けていたのでしょうか」と、まあ、安倍さんはそれを意図したわけではないと言えますけれども国民としてはこの「誤れる慰安婦イコール性奴隷」という世界に定着した 印象を改めていく事実の発信を続けていくというまあ、それこそがああ私たちに課せられた試練であるというのは今日においても変わっていないもちろん世界において事実がどうであったのかということを知る人も増えてきましたけれどもまだまだ足りないえこのことはですね100年200年かかっても私たちの不素の名誉に関わる話ですから私たちがそれを きちんとととししてていいいかねばならならいいうことでありまして安倍さんのそのなしたことつまり河野談話の作成過程の検証をしたそしてその結果を公表したしたがってそこで、えー、言われていることは韓国に言語して、まあ、いわば談合して政治的妥協の上に、まあ、歴史の事実を棚上げしてしまったという誤りがあるということ、まあ、このことをですね まず国内において私たち国民はしっかりと認識をするそしてそれを世界にですね事実はどうであったかということを粘り強く伝えていくその作業を怠ってはならないということこれが本当にですね強国一致で今生きている私たちそして後世もそのことをしっかりと引き継いでいってもらうこれはあの私は 10年20年で認識が世界の人々の認識が改められるというふうには考えていません。本当に長い長い戦いになるであろうと。ここで私たちがそれを諦めてはならない。本当に粘り強く世代を超えてそれに挑んでいくんだ。取り組んでいくんだというね。そのことをですね。 今日生きている私たちの共通了解共通の目標としてしっかりと認識していくっていうその必要性を訴えたいと思います。あの一つ今思い出したんですけれどもこの慰安婦制度例というものが世界に広がっていく過程の中でえー、熊原これライズアップジャパンの本編で何回も触れましたのでここで改めて説明しませんけれども そのことに関して当時外務省が反論文書を用意しましたしたかし結局それは提出されなかったなぜか、まあ、それはですねいわゆるその外務省のまあ国際協調路線、まあ、そういえば言葉は綺麗ですけれども、まあ、言ってみれば腰抜け弱腰といった態度にそれが起因するのではないかというふうに私も少し見ましたけれどもよくその辺の事情を調べてみると。 これはあの、早稲田大学の私がよく触れますけれども、有馬哲夫先生の研究にも明らかになりましたけれども、当時アメリカがそれを支持しなかったということがやっぱり強い大きな原因としてあったわけですね。アメリカの歴史学会のみならず、体制として、やはり私たちがインアフの実態はこうであったということを いくら伝えても当時のアメリカはそれを支持しなかったそして外務省はまあそれを世界に訴えて出るということをま断念したという経緯があるわけです。今日アメリカの認識はまあその視点から比べればかなり事実を知る人が増えてきたと言えますけれどもまあ繰り返しますけれどもまだまだ足りない同盟国であっても足りないということは アメリカほど我が国と緊密な関係を持たない国においてはなおさらであるということであります。ですから私たちがこの問題に関して何を成していくか何を心すべきかということをまあ改めて認識するならば事実の発信をこれからも粘り強く続けていくそして事実でないことに関して安易に謝罪しない。 この点をですね、しっかり肝に銘じていくということになるというふうに思います。安倍さんはそうした戦いの中で道半ばにして倒れた安倍さんが何かを完全に成し遂げたということではないそのことをですね国民としてしっかり理解をした上で私たちが不祖の名誉のために後世の可能性のためにしっかりと 今日なすべきことをわきまえていくということを皆さんと共有したいというふうに思いますご視聴いただきまして誠にありがとうございます高評価チャンネル登録コメント待ちとりますよろしくお願いいたします